両北省は中華民国末期に中国共産党が設置した中国共産党革命根拠地。国民政府が設置した両北省と同時代の行政区革命であるため混同されることもあるが行政管轄地域が大きく異なる。1945年日本の敗戦に伴い満州国が崩壊すると11月に共産党により旧紙平省地域に領。 北省自治政府が設置され、紹介が紙幣市に定められた。国境内戦で国民党軍の構成を受けると省政府は南県に移動。1946年には吉江行政区に改編されたが、同年4月に再び両北省が設置されている。同年6月、両北省政府の一部は通貨県に移転、通貨業所と統合され、 両年省が成立すると同時に、一部は、両生業所と合併し、両基地行政区が成立した。12月1日、東北行政委員会は、両生業政区を、両北省と改編することを決定。1947年2月1日には、両、北省政府を白木湖に設置し、下部に5選区28県旗を管轄した。8月5日、 第四戦区が廃止となりその諸葛県は省政府の直轄となった。1948年2月29日、省政府は低ケトンに移転、西25県5期を管轄した。1949年4月21日、両政省へ統合された。両政省への統合直前の株両政組織は下記の通り、ありがとうございます。